どうも、トヨです。今回なんですけれども、YMAX の 5G 対応端末である NEC の X11、こちらをご利用になっている方、そしてまた検討しているという方向けの動画となっております。今回のこの X11 は速度が速くて多機能端末。ただ一方でバッテリーが短い。そして休止からの立ち上がり速度が非常に遅いといったデメリットを持っております。その上で今回のこの動画を最後までご覧いただくと、バッテリーを長持ちさせるための4つの設定と手順方法が分かります。スリープからの立ち上げストレスを解消する設定が分かります。より詳細設定ができるウェブ設定の入り方も分かります。ぜひ最後までご覧ください。バッテリーの持ちを長くする4つの設定方法についてお話をしていきたいと思います。まず1つ目がですね、ロングライフバッテリーをオフにするということなんですが、これは何かというとですね、満充電にせずにバッテリーの劣化を抑える設定というふうになっております。通常がですね、バッテリーが8時間持つのに対して、ロングライフバッテリーがオンになっていることによって 70% しか充電ができないという形になってしまうので、前回の動画でも軽くお話しましたけれども、つまりは 5.6 時間という形になってしまいます。それはあまりにもですね、バッテリー時間短いかなというのがありますので、それをオフにしてマックス8時間まで使えるようにしましょうよというお話です。それ相応のですね、デメリットっていうのはあるので、そちらはご自身でご判断をお願いします。そしたらロングライフバッテリーの設定についてお話をしていきます。まずですね、クイックメニューを選択していただいて、その中にエコという項目がありますので、そちらを選択。その下にですね、電池寿命というのがございます。ロングライフ充電というのがありますので、こちらを選択します。でそうするとですね、使用しない、使用するというのが選べるんですけれども、こちらをしないに選択していただければ、まず一つ目は完了です。次にですね、ロングライフバッテリーの上の方を選択してもらうと、省電力モードというのがあります。こちらを選択します。そういたしますと、今現在はノーマルモードに設定しているんですけれど、上を選択するとハイパフォーマンス設定で、その下を選ぶとですね、エコ設定という風になります。まあ、エコ設定にすることによって速度自体は落ちてしまうんですけれども、バッテリー消費を抑えられるので、外出だけでよりバッテリーを持たせることができます。その逆にですね、このハイパフォーマンスというのを設定していただくと、項目に書かれている通り通信速度優先ということで速度が上がります。そうするとですね、気になることが一つあると思います。設定を行うとどれぐらいの速度が変わるのかなというところなんですけれども、こちら実際に速度を計測してみました。ハイパフォーマンスノーマルエコのですね、実測値というのを調べてみたんですけれども、こちら、このデータについては、まずテスト環境が4時エリアということ、あとは時間帯としてはですね、16時過ぎ平日ですね。で接続デバイスについては iPhone SE2、 周波数の設定に関しては 2.4GHz 帯で、 AC 電源は挿さずに、やはりこう電波は波があるので、テストの間隔としては30秒という形で取っております。でご覧いただいている通り、エコに関しては全5回テストをしてるんですが、エコの方がですね、平均で36メガになっております。でノーマルが平均で63、ハイパフォーマンスが70という形になっているので、これだけこの設定を変えるだけでも実測値というのは変わってきます。ただ外出先で利用する際に、どうしてもこのバッテリー消費というのは非常に重要になってきますので、エコモードのこの36メガの平均というのは基本的に快適に使えるレベルの速度かと思いますので、そちらの方を使っていただいて、もし外出先で電源をさせるようなところがあるんであれば、ハイパフォーマンスで利用するっていうのも一つ手かもしれません。で3つ目の設定、ディスプレイ設定、輝度を下げるということなんですけれども、設定方法を見ていきたいと思います。クイックメニューを選択、次に詳細設定で選ぶとディスプレイ設定があります。その中に輝度調整ということで、こちらを選択。そういたしますと、暗い、普通、明るいという形で選べるので、こちらを暗いに設定すると。どうしてもここら辺はですね、見えやすさというのは変わってしまいますけれども、まあ、バッテリーを重視するのであれば、こちらは暗くした方がよりバッテリーは持つと思います。4つ目、 Wi-Fi 周波数設定を 2.4GHz 帯にしておく、もしくは単一の 5GHz 帯屋外に設定しておくというのもおすすめです。その理由はですね、 X11 の周波数設定というのは7つあるんですね。クイックメニュー開いて、その上に2回押して Wi-Fi 周波数設定、そうすると 2.4GHz 帯、5GHz 帯屋外、
まあ、こういろいろあるんですけれども、この一つの周波数の方に設定することをお勧めいたします。理由としてはこちらご覧いただくと分かるんですが、 2.4 ギガ、5ギガ同時屋外というのがあります。これをするとですね、確かにいい面はあるんです。 2.4 ギガと 5GHz 帯の Wi-Fi 設定が同時でできるということ、またバンドステアリングでつながりのいいところ、まあ、あの空いているところに自動で変えてくれるというような利点もあるんですが、その分ですね、バッテリー消費が激しくなってしまうということで、確かあの設定かどこかにもですね、こちらは外出先ではあんまりお勧めしないみたいな内容があったかなと思います。そういったところで基本的に外出先で使うときは、個人的におすすめなのは 2.4GHz 帯でいいんじゃないかなと思っております。これの方があの 5GHz 帯屋外よりかはあのつながりはいいのかなと感じておりますので、こういったもの、もしくはまあ屋外で常時使うんであれば、屋外用の一つの周波数帯で設定するというのをおすすめいたします。まあ、以上4つがですね、バッテリー消費を抑えるための設定方法でございます。最後なんですけれども、スリープからの立ち上げストレスを解消する設定方法についてお話していきます。まあ、たびたびですね、 X11 の立ち上がりのスピードについてお話をしてきた通りでございます。実際に立ち上がりの速さについてお話をしていきたいと思います。いきますね。はい、このようになります。そうするとギャラクシーの方に関してはもうすぐにですね、立ち上がったと思います。この状態からの起動もスッと開いて、すぐにですね、通信モードを切り替えようとか切り替えられるんですよ。ここら辺の操作感っていうのがやはりいいので、僕自身はこちらを押している部分ではあります。とはいえですね、 X11 は速度の速さ、こういったところに定評がありますので、こちらの強みっていうのを気に入った方に関してはよろしいんだろうと思うんですが、とはいえですね、スリープからの立ち上がりで毎回こう時間がかかってしまうっていうのは大きなストレスになってしまいます。ですのでその部分の設定についてお話をしていきたいと思いますけれども、こちらの画像を見てください。こちらの省電力状態切り替え設定時間というのありますよね。そこに使用しない、ウェイティング、休止状態、電源オフというのが4つからこう選べるようになってるんですね。で、この使用しないというのは単純に休止にも入らずにずっとつきっぱなしという形になりますので、バッテリー消費に関してはマックス状態という形になります。で、今回お勧めしたいのはこちら、ウェイティングモードということになります。これは動作中の消費電力を抑えて、待ち受け時間をですね、最大35時間という形にできます。ですので常に Wi-Fi も切れずにですね、使える状態にあるので、すぐにパッとこう使おうと思った時には常に使える状態が出来上がります。なので個人的にはこれをお勧めしたいと思っています。で、初期設定でなっているのが休止状態という形になるんですが、確かにですね、休止状態の待ち受け時間については400時間という形になるのはいいかもしれません。ただ立ち上げの時間っていうのがやはり遅いということで、アプリでも利用はできるんですけれども、やはりこの時間に関しては特に変わるところではございませんので、そういったことを含めて、ウェイティングモードがいいのかなと思います。まあ、最後のはあの電源オフっていうのもあります。ここら辺は使い方によるのかなとは思いますので、ご自身に合った設定内容あると思いますので、そちらを探していっていただければと思うんですが、今回は私のお勧めする設定方法ということでございますので、ウェイティングモード、これがポイントでございます。そしたらですね、ウェイティングモードの設定についてお話をしていきたいと思います。ウェイティングモードの設定についてはウェブ設定のみでしか設定ができません。ウェブ設定とは、この Wi-Fi ルーターを接続したパソコン、もしくはスマートフォンの方でブラウザを開いてですね、設定するような形となります。この端末上じゃ設定はできません。で、今回はこの動画はですね、記事と連動した形になってますので、概要欄の方に URL を入れておきますので、そちらからちょっと確認していただきたいんですけれども、アドレスバーにですね、 192-168-179 の1のですね、URL を入れていただきます。ほんとよいしょ。そういたしますと、クイック設定という形でこういった設定画面が出てきます。冒頭で出てくるのがですね、このパスワード入力というところが出てくるんですね。で、このパスワードはどこにあるのかというと、端末上にあります。ちょっとお見せいたしますね。まず選択する際に情報を選択、その下にですね、端末というのがありますので、そちらを開きます。で、端末情報を選択、その2つ上にですね、実は管理者パスワードの初期値というのがございますので、こちらをですね、この項目に入力をしてください。僕は一度入っているので、パスワードが現在入れるようになってます。
これちなみにこの画面をディスプレイを消さないとログインができないという仕様になってますので、必ず消灯した状態でログインを押すようにしてください。でポンと、これで入れます。はい、そしたらこういった項目出てくるんで、バーっと下に行ってエコ設定というところを開いていただきます。その項目の中にですね、こうご覧いただくと、上から2項目目に自動省電力設定というものがございます。その真ん中にですね、ポンと選択していただくと、先ほど画像でお見せしたものが見れます。で、使用しないウェイティングモード休止状態、電源オフという設定ができるんで、ウェイティングに設定で、設定ボタンをポチッと押していただければ OK です。その他の設定等はですね、ここでいろいろこう触っていただければご覧いただけると思います。まあちょっと難しい内容もあるので、まあ、必要なところだけ変えるっていうのがポイントかなと思います。気になる方はサポートに電話して聞いてもらうのもよろしいんじゃないかなと思います。今回はバッテリーを長持ちさせるための4つの設定方法と、またスリープからのこの立ち上げではなくてウェイティングモードというのを設定をお勧めしました。この設定方法についてはあくまでトヨ自身がいいなと思った設定方法でございます。これは使用者によって若干やはり変わってくるかなと思いますので、最終的にはご自身に合う設定というのを探していただければいいのかなと考えております。そんな感じで今回はこの動画終わらさせていただきたいと思いますけれども、トヨサポチャンネルは今現在は WiMAX の情報をですね、集中的にお話をしてますが、今後はですね、パソコンやスマートフォン、周辺機器なども全て含めた形でどん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 こう発信していこうと考えておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。トヨサポチャンネルは家電量販店歴18年のトヨが初心者の方に向けた内容を中心に、パソコンやスマートフォン、インターネットなどの情報を発信しているチャンネルです。この動画が参考になったと思ったら高評価とチャンネル登録をしていただけると励みになります。では次の動画でお会いしましょう。